1939年から1945年まで続いた第二次世界大戦中、人々は何を食べていたのか、あなたはご存知でしょうか。映画やドラマでは、戦時中の日本人が薄い雑炊をすすったり、さつまいもを育てたりするシーンをよく見かけますが、それは家に残った人々の話です。今回お話しするのは、戦地で戦っていた兵士たちの食事。ふるさとを離れ、砲弾の飛び交う戦場にいた兵士たちは、一体どんなものを食べていたのでしょうか。過酷な戦場で、人となり合わせの日々を送りながらも、人は必ずお腹が減ります。そして食べることはお腹だけでなく心の隙間も埋めるものです。しかし長く厳しい戦争中、食品の保管や調理が思うようにできない環境の中で、兵士たちの日々の食事はやはり、豊かとは言えないものでした。今回は、そんな第二次世界大戦中の兵士の食事をめぐる歴史の旅に皆さんをお誘いします。様々な国の兵士たちの食事を知ることでそれぞれの国のお国柄を垣間見ることができ、さらに今につながる食文化誕生の瞬間にも立ち会えるはずです。第二次世界大戦中、戦地にいる兵士の食料として、各国はそれぞれのレーションを開発していました。レーションとは日本語で言えば戦闘食、輸送しやすく、保存性に優れ、食べる時に余計な手間のいらない食料として、現代の軍隊や日本の自衛隊にも存在しています。このようなレーションの原型が誕生したのは19世紀初頭のことで、そのきっかけを作ったのはなんと、かの有名なナポレオンでした。ナポレオンは軍隊における食料の安定供給の重要性に注目し、常温で長期間保存ができる食品の開発を進めたのです。その結果、1804年にフランスで瓶詰めの保存食が開発されましたが、ガラス瓶は割れやすいのが問題でした。そこで1810年にはイギリスで現在の缶詰の原型となる、壊れにくい金属製密閉容器に食料を詰める方法が生み出されました。これにより軍の食料供給は格段に安定し、後に続くレーションの歴史はこの時始まったのです。このようにして誕生したレーションにはその後も改良が加えられ、やがて戦争に欠かせないものとなりました。そして第二次世界大戦の頃に、アメリカは A レーション、B レーション、C レーションといくつかのタイプを開発。戦争が始まると年間数百万食以上が生産され、利用されるようになっていました。その内容はどのようなものだったのかというと、例えば A レーションは、生で食べられる果物や、温めるだけで食べられる冷蔵冷凍食品。B レーションは野外炊事場で調理して食べるタイプといった具合でした。そして中でも最も多く利用されていたのが、1938年に開発された C レーション。一人分ずつ配布することができ、調理せずにそのまま食べられるタイプでした。そんな C レーションは2つの缶詰がセットで1食分となり、3食で必要なエネルギーを得られて、かつ味栄養バランスも良いことを目指して作られました。終戦までに何度か内容物の変更がありましたが、例えば1941年時点での中身は次のようなものでした。まず一つ目の缶は、M ユニットと呼ばれる、メイン料理が入った缶詰。缶の大きさは、直径 7.6 センチ、高さが11センチ、内容量が 340g だったと言いますから、現代でもよく見る、一般的な桃缶やトマトの缶詰のサイズです。中身は肉と豆のシチュー、肉と野菜のシチュー、そしてハッシュと呼ばれる、肉と野菜のみじん切りを煮たような料理の3種類のみ。二つ目の缶は B ユニットと呼ばれ、円形ビスケットが5枚、角砂糖3個、キャンディーやチョコレートなどのお菓子がいくつか、お湯に溶かして飲むインスタントコーヒーや粉末スープの詰め合わせでした。この C レーションは、調理が不可能な戦場での食料として長く兵士たちの胃袋を支えました。とはいえ、缶が大きくて重いといった不満やバリエーションが乏しいという問題があり、兵士たちの心まで満たすものではなかったようです。そうは言っても C レーションは、その後に開発された K レーションよりはマシでした。K レーションは1人前1食分ずつが四角いパッケージにコンパクトにまとめられたもの。ちなみに K と名付けられた理由には諸説ありますが、どうやら単に他のレーションと区別しやすくするために名付けただけで、K という文字に特に深い意味はないそうです。そんな K レーションは朝食、昼食、夕食に分けて包装されており、パッケージに印刷された模様で区別できるようになっていました。ではまず、ブレックファーストと記された朝食セットの中身を見てみましょう。メインとなるのは、ハムエッグ、または子牛肉の缶詰。ちょっと美味しそうではありますが、問題なのはそのサイズです。K レーションの缶詰は直径約7センチ、高さ3センチほどの手のひらサイズ。内容量は 100g 程度といったところでしょうから、体の大きなアメリカ人兵士なら一口で食べてしまいそうです。そしてビスケットが8枚、ドライフルーツかシリアルを固めたバーが1本。これに加えて、タバコが4本、チューインガムが1つ、インスタントコーヒーと砂糖、というのが朝食のセット内容でした。続いてディナーと記された昼食のセット。ディナーというと日本人は豪華な夕食をイメージしますが、アメリカでは1日の食事のうち、メインになるものであれば昼食でもディナーと呼びます。つまり K レーションの昼食は3食の中でも最も豪華なメニューでもいいはずですが、その中身は次のようなものでした。まずは朝食と同じサイズの缶詰が1つ。中身はチーズ、もしくはベーコン&チーズ。
そしてビスケットが8枚と、キャラメルか粉ミルクのキューブ。なんだか子供のおやつのようですが、粉ミルクには大麦の麦芽が入っており、栄養補助食品として添えられていたようです。あとは砂糖と塩の小袋、朝食と同様にタバコが4本とチューインガム1つ、そして粉末ジュースが添えられていましたが、こちらは時期によってレモン味、オレンジ味、ぶどう味といったバリエーションがあったようです。デザートにジュースがついているところがちょっと特別といった感じでしょうか。そして1日最後の食事となるのがサッパーと記された夕食。メインはやはり缶詰で、中身はソーセージや、ひき肉料理に人参やリンゴを合わせたものなど。これに大きめのビスケットが4枚と、チョコレートバー1本、粉末スープが1杯分。そして毎食必ずついてくる4本のタバコと1つのチューインガム。さらにトイレットペーパーがセットになっていました。これが1日の食事の全てでした。毎食たっぷり供給されているのはタバコくらいのもので、食事としてはちょっと、いやかなり物足りないですよね。女性や子供、小食な人ならなんとか足りるかもしれませんが、男性、しかも体の大きなアメリカ人兵士がこれで満足できたとは思えません。それもそのはずで、実はそもそも軽レーションは非常時や緊急時のための携帯食として開発され、連続使用は最長でも5日間までとされたものでした。しかし製造にかかる費用が比較的安価であったためか、軽レーションはどこの前線でも求められる条件を満たしているとアメリカ陸軍は主張し、非常時に限らず利用し続けたのです。軽レーションは1日のカロリーが2830kcalになるように作られていましたが、それは厳しい環境で過酷な戦闘や軍務に就く兵士にとっては、全く十分な量ではありませんでした。実際に、数ヶ月にわたって軽レーションに頼った食事をしていた兵士たちは、平均して 16kg も体重が減少したとされる報告もあります。またビタミンが不足したため、脚気などのビタミン欠乏を原因とする病気にかかる場合も多く、その他の病気への抵抗力も低下しました。しかも軽レーションは決して美味しいものではなかったようで、毎日配給されるうちにその味に飽きてきた兵士たちによって捨てられてしまうことまであり、彼らの栄養失調はますます深刻化してしまいました。このように、第二次世界大戦当時にアメリカ軍の食料として利用されていたレーションは、兵士たちの空腹を満たし、健康を維持するのに十分なものとは、とても言えない代物だったのです。しかし当時アメリカ軍が利用していた食品の中には、現代のアメリカにも受け継がれて重要な食文化となり、未だに人気のあるものがいくつか存在します。その一つが M&M's チョコレート。日本でも売っている、カラフルなコーティングに包まれたおはじき状のチョコレートです。チョコレートは先ほどお話しした C レーション、K レーションにも含まれていたように、効率よくエネルギーを補給できる食料として、戦場で重宝されていました。しかしチョコレートは、夏場や熱帯地方など気温が高いところでは溶けてしまうことが難点。そんな状況において、周りをキャンディーでコーティングした M&M's の商品は、溶けにくいチョコレートとしてうってつけでした。そこで米軍と M&M's は専属契約を結び、レーションにこのチョコレートが組み込まれることになったのです。そして戦後も M&M's の人気は続き、今もアメリカを代表するお菓子として世界中で販売されています。またチョコと同様にレーションに必ずと言っていいほど含まれていたのが、お湯に溶かすだけで飲むことのできるインスタントコーヒー。このコーヒーは誰もが知っているあの、ネスカフェなんです。インスタントコーヒー自体は第一次世界大戦以前から存在しており、スイスに本社を置くネスレ社がネスカフェを発売したのは1938年のことでした。そんなネスカフェは、通常のレギュラーコーヒーよりも長く味と香りを保つことができると、第二次世界大戦中のアメリカ軍で評判となったことで、販売量が大幅にアップ。この需要に応えるために、アメリカ国内にも生産工場が作られるほどの人気となりました。さらに終戦後には、アメリカから日本やヨーロッパに向けた援助物資としてもネスカフェは利用され、世界に広がっていったのです。また、いかにもアメリカらしい食品の一つであるピーナッツバターも、第二次世界大戦中に新しい食文化を生み出しました。現代のアメリカ人も大好きなピーナッツバターは、19世紀末に開発された時から栄養豊富な食材として大人気でした。ちなみに日本では甘いクリームをイメージするピーナッツバターですが、アメリカのピーナッツバターは、無糖でぼってりとした硬さのものが一般的なんだそう。そんなピーナッツバターを使ったアメリカ人のソウルフードとも言えるものが、ピーナッツバタージャムサンドイッチ、略して PBJ、ピーナッツバターとジャムをたっぷり挟んだサンドイッチです。アメリカ人は高校を卒業するまでに約1500個の PBJ を食べると言われるほど、ランチやおやつの定番として愛されているものなんです。日本人にとっての梅干しおにぎりみたいなものでしょうか。そんな PBJ のブームが生まれたのも、第二次世界大戦がきっかけでした。戦場にいた兵士たちがレーションの中にあったピーナッツバターとジャムを、一度にパンに挟んで食べることを思いついたのです。濃厚なピーナッツバターと甘いジャムを一緒にしたサンドイッチは手軽に作れてカロリーが高く、過酷な日々を送る兵士たちにはぴったりの食べ物だったことでしょう。そして戦後、家に帰った兵士たちがこのサンドイッチの美味しさを広め、現在のような人気メニューになったというわけです。PBJ、カロリーは気になりますが、ちょっと食べたくなってきました。このように、戦場で利用された食料から現代にも欠かせない食品が生まれた一方で、当時の兵士たちから、見るのも嫌だというほど嫌われたものもありました。
その代表的なものの一つが、D レーションと呼ばれたチョコレートバー。現代でも素早く栄養補給ができる軽食として様々なチョコレートバーが売られていますが、この D レーションは、現代のものとは全く違っていました。どんな環境でも食べられる、チョコレートを使った非常食を開発してくれたまえ、承知しました。非常食ということは、カロリーが高くなければいけませんね。そうだ。そして暑いところでも溶けない工夫が必要だ。それは重要ですね。バキバキに固く作りましょう。それでは早速開発に取り掛かります。バキバキに硬い高カロリーチョコレートを。ちょっと待て、もう一つ大切なことを忘れているぞ。え、なんでしょうか。一番大事なのは、茹でたじゃがいもよりちょっと美味しいくらいの味にすることだ。え、チョコバーなのにじゃがいも？と首をかしげたかもしれませんが、この最後のセリフは決してフィクションではありません。これは D レーションの開発責任者だったローガン大佐が、製造元であるハーシーズチョコレート社に実際に出した条件でした。なんと D レーションはそもそも、美味しくないことを重視して作られていたんです。そしてその理由は、緊急時でもないのに食べてしまうことがないようにするため、美味しいチョコバーならすぐに食べてしまいたくなるから、非常食として適していないというわけです。こうして出来上がった D レーションは、1本で600キロカロリーという高カロリーを実現し、最高気温49度まで溶けないという目標を達成、そして美味しくないという条件も満たし、かなり苦くて粉っぽく、そして何より非常に硬いものに出来上がりました。その硬さは歯が立たないためにナイフで薄く切らないと食べられないほどで、あるアメリカの退役軍人の証言によれば、D レーションはレンガでも割ることができない、もはやチョコレートでできたレンガだったとのこと。また一説では、開発途中に、まずくするために少量の豆乳を添加してみたことまであるとかないとか、おそらく、茹でたじゃがいもの方がずっと美味しいことでしょう。もう一つ、兵士たちに嫌われていたものの代表が、粉末レモンです。K レーションをご紹介した時にもお話ししたように、戦場にいる兵士たちはビタミンが不足しがちでした。そこでアメリカ軍はビタミン C 不足が引き起こす解決病を予防するために、粉末レモンを支給します。しかしこれがあまりにもまずく、兵士たちには拒絶されてしまったとのこと。一体どんな味だったのか、気になりますか？どうしても試してみたい方は、カプセルに入ったタイプのビタミン C のサプリメントを用意し、中の粉末だけを取り出して、舐めてみてはいかがでしょうか。ちょっと想像できるかもしれません。さらに、少し意外な嫌われ者も存在しました。それはスパム。ハワイ料理や沖縄料理でよく見かける、ピンク色の豚肉の缶詰です。現在のアメリカでは1秒間に3個売れているというほどの人気食材であるスパムは、第二次世界大戦中にも、保存の効く肉製品として大活躍していました。しかし1日に何度もスパムを食べていた兵士たちはもう飽き飽き、製造元のホーメルフーズにはクレームの手紙が大量に届くほどだったそうで、戦後何十年を経ても、スパムを家に置くことさえ嫌だという人もいたんだとか、スパムは戦場での苦しい過去まで思い起こさせる存在だったのかもしれませんね。そういえば、私の祖父の嫌いな食べ物はジャガイモとサツマイモなのですが、その理由を聞くと、子供の頃は食べ物がそれしかなくて、食べ過ぎて嫌いになったんよとのことでした。同じようなことがアメリカのスパムでも起きていたということでしょうね。しかし一方で、ハワイやグアムではスパムは当時から深く愛されていました。というのも、戦争による被害や、漁業が制限されたことにより太平洋の島々に住む人々は飢餓に直面しており、それを救ったのがスパムだったからです。また日本の沖縄は戦後、1952年から1972年までアメリカ軍の占領下にありましたから、その間にスパムがすっかり定着したと考えられています。今度はスパムおにぎりが食べたくなってきました。さてここまでアメリカ軍の食事を紹介してきましたが、他の国はどんなものを食べていたのかについても見ていきましょう。それぞれのレーションにその国の文化が反映されているようで、なかなか面白いですよ。まずはイタリア軍。イタリアといえば真っ先に思い浮かぶのがパスタですが、どうやらイタリア軍は、レーションにもパスタを組み込んでいたようです。しかもそのパスタが調理済みではない乾麺タイプのものであれば、敵に包囲された砂漠の戦場であっても、貴重な水を沸かしてパスタを茹でていたらしい。という伝説まであるんだとか、その他、トマトの缶詰やオリーブオイル、チーズやワインまで支給されていたと言いますから、さすがグルメの国イタリアですね。続いてはドイツ軍。ドイツ軍の食料の基本はコミスブロートと呼ばれる、ライ麦を使った大きな黒パンでした。ドイツ軍には、この黒パンを現地で製造するための製パン中隊が存在し、パン焼き専用のトレーラーを持っていました。それに加えて、フィールドキッチンと呼ばれる移動式の調理用車両や給水車、発電機まで備えており、巨大なミキサーで毎日1万5000人分のパン生地を練り、大量の焚き火で焼き上げていたのです。通常は前線から離れた比較的安全な場所でパンを作っていましたが、前線の状況が不安定な場合には、パン焼きトレーラーをシートや樹木で隠し、厳重にカモフラージュしながらパンを作っていたといいます。またドイツ軍のチョコレートはアメリカ軍とは違い、ちょっと特別な缶に入っていました。円盤状のチョコレートが1枚入ったこの缶には、古くからドイツで使用される和紙の紋章がデザインされていたり、年号がデザインされていたりと、いくつかのバリエーションがあり、国家のこだわりが感じられるものでした。次はイギリス軍。イギリス軍の前線にいる兵士たちには、
24時間レーションという一人の兵士の1日分の食事をまとめたものや、14人分の食料が詰まったコンポレーションと呼ばれる木箱での配給が行われていました。そしてイギリス軍のレーションのメインもやはり缶詰でした。コンビーフやスパムに加え、ソーセージやマーガリン、そしてプディングもあったようです。プディングとはデザートになる甘いものではなく、肉や内臓を小麦粉入りの生地と合わせて蒸し上げた、イギリスの家庭料理なんです。ふるさとを懐かしむことができる味だったのでしょうか。さらに肉は缶詰だけでなく乾燥したものもあり、お湯で煮込んでビーフティーと呼ばれるスープのようなものにして食べていました。このビーフティーは現在のイギリスでも親しまれているんだそうです。そして、イギリスといえば欠かせないのが紅茶で、イギリスのレーションには紅茶用の粉ミルクも含まれていました。イギリス兵たちはジェリカンと呼ばれる燃料容器を再利用し、水、紅茶、ミルク、砂糖を温め、毎晩熱い紅茶を飲んでいたと言われています。さらに、ちょっと面白いのが、イギリス軍が考案したエンドウ豆のレーション。これは単に豆を食べるためではなく、空き缶の中に水を入れて豆を発芽させ、芽や葉に含まれるビタミン C を摂取しようと考えられたもの。しかし残念ながら戦闘状況下での発芽は実際には難しく、豆を発芽させることなく茹でて食べてしまうこともあったようです。せっかくのナイスアイデアなのに残念です。そして最後は日本軍のレーション。日本軍の主食は何と言っても米でした。欧米の主食となるパンやクラッカーに比べると、炊飯する必要があるので手間がかかったはずですが、それでも日本兵はやはり米を好んでいたようです。その他には醤油、梅干し、大根の漬物、チョコレートやウイスキーも支給されていたといいます。さらにカニ、酒、マグロ、果物の缶詰などがあったことも記録されています。ちなみにこれらの情報が記録されていたものが、個人的にはなかなか興味深かったです。このような日本軍の食料が記録されていたのは、インテリジェンス速報という、アメリカの軍事情報局が1944年に発行した印刷物。その中の没収した日本の食料は食べられる可能性があるという記事に、日本軍の食料について詳細な説明が書かれていたんです。例えば、カニ缶詰や果物缶詰などの敵国食品はアメリカ人の口にも合うので状態が良ければ食べられる。干物や海苔、漬物などはアメリカ人の味覚には合わないが、食料が不足している場合は栄養補給に使えるといった具合です。さらに、レーションの包みに書かれている日本語に関する解説や、缶詰は、缶が膨らんでいないか、ひどく錆びていないか、そして異臭がしないかを確認すれば安全だという注意点まで丁寧に書かれていました。これを読んだアメリカ軍兵士は、この黒い紙のようなものは海藻か、本当に食べられるのか、とか、日本の缶詰はシーフードが多いんだななどと思っていたのでしょうか。世界中が戦争をしていた時代、戦場でも各国の食文化が息づいていたことは大変興味深いことです。兵士たちは戦場という厳しい環境の中で、レーションによってそれぞれのふるさとに思いを馳せていたことでしょう。やはりレーションはただの栄養補給としての役割だけでなく、兵士たちの心の栄養としての役割も果たしていたのです。世界の歴史は、まだ謎に包まれています。これからも一緒に、世界の謎を覗く旅に出ましょう。それでは次の旅でまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。